おい、悪党。あ、なんじゃわしか。俺はこの前、侵入者の話をしたよな。覚えとるぞ。どうやら、お前の知り合いらしいぞ。まさか。そんなバカなはずは。しっかりとビデオレターを残してきたというのに。とりあえず、見つけ次第、即処分する。待ってくれ、わしの話も。ついに来てしまったか、風早殿が。彼の無事を祈るしかないの。さあ、ということで、今日の質問コーナー。1つ目、なんで風早さんは、なぜ風早になったんですか？これね、名前の由来はたまーに言うんだけど、俺の本名が、風なんとかなんですよ。で、俺の好きなアニメがあって、その主人公の名前が、ハヤテって言うんですけど、それを合体させて、中1の頃にメールアドレスをそう作ったんだけど、それが、なんか今の実況のね、名前になったって感じですね。2つ目の質問。風早さんの黒歴史は、ということでね。いや、僕正直、結構、あると思うんですけど、まあ、そのうちの一つを、まあ、紹介すると、僕今、俺って言ってんだよね。自分のことを。まあ、だけど、昔、ま、人前で、アニメのキャラに憧れて、いや、僕は、なんとかなんとかだから、いや、僕は、いいです。みたいな。一人称が僕ってなることがありました。ってことでね、毎回、先行評価ずつ、一件ね、読もうと思ってるんで、まあ、ぜひ、高評価、あと、コメント、あと、チャンネル登録してくれると、すごく、嬉しいです。はい！あ！そういえば、俺、次戦う用の悪魔の実がない！何を言っとるんだ、風早殿！だって、実持ってるんだろ、今！持ってないの？いや、俺はちょっと特殊な人間でな。ああ。悪魔の実を複数食えるけど、毎回一つずつ効果が消えちまうんだ。びっくりじゃ、そんなの初めて聞いた！じゃあ、悪魔の実まだ食えるんだね。まあ、食べられるけど、その実がないからな。ああ、確かにそれは仕方がないな。どうするべきか。でも、このインペルダウンの中には、悪魔の実が隠されてる部屋があることを聞いたことがある。え？マジで？ほんとじゃ、ほんと！だから、そこに行けば、悪魔の実が見つかるかもしれない。行こうぜ。あ、まず場所知ってるから、ついてきて。あ、オッケー。あ、行くぞ、行くぞ。ああ、こっちに。道迷っちゃった。バカ野郎。ああ、この炎はもしや。え、あ、もしかして、あ、チェストがある。あ、どうするんだ。これ何が入ってんのかわかんないよ。何が入ってんのこれ。ほい、あ、めっちゃ強い悪魔の実入ってる。いいな。羨ましい。今回の実は、ででん、ガスガスの実だ。なんか臭そうな名前してるね。ひでえ。え、待って。あ、回廊石も一緒に入ってたんだけど。危ない、近づけないで。ぐわあ。あ、危ねえ。なるほどな。ダメ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 。あ、やべ、また落ちちゃった、また落ちちゃった。離せ。この石は危ない。なるほどな。近づけないで。この石を持つと、とんでもないめまいと能力が使えなくなる。マスターはずっとそうなっているんだ。マスターって誰？俺の師匠だよ。あー、風早くんの友達だね。この実を食べたからには、絶対マスターを助けないとな。それもそうなんだけど、風早くんに言っとかなきゃいけないことがあるよ。
どうした？こっから下の階はとんでもなく敵が強いんだよ。え、マジで？今までのとは比べ物にならない強さ、そして凶暴さがあるから気をつけていこう。ま、俺も強い見食ったし、いけるよ。行こう、回廊石はちゃんと捨てたね。うん、よし、行こう。さっき思ったんだけどさ、あ、この石レンガで囲まれた丸い円のど真ん中、あ、ここなら下の階とつながってる。うわー、すごい。あ、痛い。なるほどな。レベル3はレベル2の上位互換、もっと強靭な感覚ってわけか。危ないからここは早く出たいよ。そうだな。まあとりあえずちゆちゃんは危ないからどっかに隠れといてくれ。わかった、いろいろと情報を探ってくるよ。おう、あ、うん、頑張ってね。頑張るよ。バイバイ。さーてと、やりますか。さあということで、ガスガスの実の技紹介していきたいと思います。一つ目の技、ピュン。これビームなんだけど、めっちゃ強い。というかこの実全体的に強いんだけど、これなかなか強いですね。ポン、当たった。そして二つ目、これは剣です。これが、まあ、前回ノロノロの実をやった時に同じく剣があったんだけど、それは攻撃力プラス5だったんだけど、これなんと8です。このダイヤ剣より強い。最強の実だよね。え、しかも燃えんの？え、燃えるんだけど。強すぎない？それ、これもね、まためっちゃ強い。ドーンっつって、なんとめっちゃいろんなの飛ばして、さらに毒を食らわせる。これなかなかの火力だよ。しかもさあ、そして4つ目の技、これね、さっき使った質問コーナーの台なんだけど、ドーン。自分の周りに爆発を起こします。で、こいつめっちゃ最強だと思うじゃん。だけどこの5つ目の技が一番最強で、いきます。はっ。これやばすぎない？ま、この技一応設定上として周りにいるやつらを窒息させるっていう技なんだけど、どうなんだろう、これ近接系のあの人とかだったら絶対に勝てるよね。いやー楽しみ。しかもガスガスの実ロギアなんで、例えばこういう落下ダメージだとか、あと近接系に余裕っつったけど、こういう俺多分剣とかのダメージとか、あとモブのダメージ効かないですね。よーし、やっていこうか。ここ、え、ああ、待って、いた。待って、スナスナじゃねえか。おいおいよ。びっくりした、奇襲かけてきやがって、避けられた。やば、待って、空腹状態、やばそう、やばやばい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 、空腹状態になった。これはね、ちょっと厄介だな。だけどちょっと俺にだってな。あ、強いさん待ってくださいよ。強い技はいくつかあるんだよ。監修さんよー、くらえ、毒になった。マジか。よーし、とりあえず俺のこの爆発技で俺ら道を切り開いていく。そんなに削れない。頑張るから。そういうことか、爆発ね。あ、待って、やばいやばい、めまいがする。これ回廊石だ。回廊石がある付近を通ると、ちょっと何、あっぶね。今ね、砂に閉じ込められる技使われるんだけど、やばっ。お、え、すごい、ガスガスの実で色変わった。ほっ、待って、近い、くっそ、結構な。いいじゃないか。最強 VS 最強じゃねえか。おっすね、やばっ。待って、くそ、うわー、上から狙っている。くそ、やばいやばい、強いじゃねえか。なるほど、やばい、あっぶね。なるほど、
やばい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 ほっくれはい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 あ、待って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 やばいやばいはいやばいあ、やばい同速がついたくそ、追っかけがんないあ、よしくれどうだやばい強い危なかった今の連鎖やばかったマジであああ怖い待ってやばいエンダーマンに目つけられたよーしあいた見っけ た俺はなロギアだからエンダーマンのダメージは効かないんだよどうだ当たったか危ないいるねどうだくそあっぶねくそやるじゃねえかうわ待ってほらくっそやるねおもれおもれおもれよ最強同士のバトルやばいどっかここでの同族かやばいどこだえ待ってほらわーやばいやばいやばい待ってやばいやばいやばいあ敵と敵との相性じゃなくてここのマップのあれだった甘いぜくれヒュッよけていくこのまま今度は俺のなあいるねいるねいるねつらいなこれくれくれうわあああ危ねえ危なかったマジでやばい。ああ大丈夫早く。大丈夫。だからちゅうちゃん。早くそっか直さないと必殺ビーム。おお。わあ体が軽い。おおすごいよかったやった直ったぞ。ありがとう。やったよかった。それとね一個報告があるんだよ早く。うん。さっき仕入れた情報なんだけど、ウハヤ君の友達、マスターがね、が公開処刑されるらしいって。え？なんじゃこの音は？あ、どうやら侵入者がレベル3を突破したらしい。なんと腐敗殿もそこまで来よったかだがなレベル4以降来れたやつは今まで一人もいないなんじゃとお前の弟子とやらもこれで終わりだな待ってくれ頼むわしの命はいいから彼だけはああ頼む腐敗殿今からでも遅くない引き返しておくれ